二度夏、二度と会えない君は、赤木大空による日本のライトノベル。公式の略称は、二度夏。イラストはブータが担当。2015年1月に、ガガガ文庫より刊行され、2017年8月に、書き下ろし短編を加えた、新装版が小学館文庫で刊行された。源の元美の作画で漫画化され、月産にて、 2017年1月号から10月号まで連載された。また、実写映画化され2017年9月に公開された。篠原里氏の通う北高に転校してきた森山凛は生まれつき富士の病を患っていた。凛は文化祭でライブをするという夢を叶えるためにやってきたという。彼女のバンドのメンバーとして集められたのが、里氏、人見知りの家教員姫子。 残念なイケメンの石田六郎の三人だった。バンド活動が禁止されている中、生徒会長の菅野栄子の手助けもあり、文化祭ライブは成功を収めた。その後の夏の終わり、サトシはンに自分の思いを伝える。だがそれは取り返しのつかない言葉として刻まれ、二人を引き裂いて、しまい、そしてンは死んだ。なぜ、あんなことを言ってしまったのだろう。 もしもやり直せるならそう思ったある日、サトシは半年前、リンと初めて出会った日にタイムリープする。やり直すチャンスを手にした、サトシだったが、自分とは組まない方が、リンにとってよかったのだと思い、リンを避け続ける。しかし、しつこく食い下がるリンに根負けし、決意を改める。ライブをもう一度成功させる。でも今度は、絶対にリンに告白しない。 本当の気持ちを押し隠し、リンと共にメンバーを集め、バンドを指導するサトシだったが、二度目の人生は一度目とは少しずつ食い違っていく。リンとの関係はギクシャクし始め、バンドの活動にも影を落としていく。作画は、源の求み。月3に2017年1月号から2017年10月号まで連載された。単行本は、 前2巻が小学館から連載終盤と並行して刊行された。第1巻は源にとって最初の単行本であった。原作との違いとして、菅の英子がサトを好きで、サトと李の二人に絡んで三角関係を展開する。英子の恋愛感情に関しては、担当編集者が原作者の赤木に確認しており、 それを聞いて方向性が決まっていった。2017年9月1日公開。監督は中西健治。脚本は長谷川康夫。主演は村上虹郎、吉田窓か。その他の出演は加藤玲奈、金城マナ、山田裕希、元上真奈美、菊池秋子ほか。それぞれの役どころは登場人物の節を参照。劇中のバンドのナンバーを マドカをボーカルとするガールズバンドのタンコブチンが担当している。バンダーイビジュアルから映像メディアが発売されている。映画版に基づくノベライズ、二度目の夏、二度と会えないくん、映画ノベライズ版が小学館の自動書レーベルである小学館ジュニア文庫から刊行されている。著者は次回ゆい。 劇中歌集アルバムのマッチングバンドスコア、ありがとうございます。